どうもヘルルマンンチャンネルですえーまあ、今ねうちで飼っている、まあ、何匹かいろんな種類のねあのペットを飼ってるんですが、まあ、随時ね、あのー、ペットを紹介していきたいなと思ってます。で、まあ、その第1弾としまして今回あの東ヘルマンリクガメという、えー、リクガメですね、まあ、地中海系のリクガメということで、えー、紹介したいと思います。 で今映ってるやつが、えー、これはまだちっちゃくてですね 10cm もないぐらいでまあ大体これがで生後1年半ぐらいの、えー、サイズになりますねまあ,あの非常にですね東ヘルマンリクガメはあのーまあ、冬眠とかできたりとかですね日本で飼う上では あの非常に適した種類でしてまあ人間に対してもあんまり怖がらないでしかもあの食欲もねかなり旺盛なんでまあもう餌欲しくてね人間のところにあのダッシュで寄ってきたりとかまあ非常にあの面白い飼っててすごい面白いリクガメですね。でえー まあメスとかの場合だと、まあ、大きくなるとねたい1キロ超えてきたりするんですが、まあ、オスだと、まあ、そこまでいかなくてねま体、まあ、ちなみに今ねこの子はまだ 160g ぐらいなんでまだまだ子供ですね。 まあ結構あのねリクガメとかカメなんで成長がそんなに早いわけではなくて、ね、またあんまり早く成長させるのもよくないんですが、まあ、大体ね大人になるまで、まあ、67年とかねかかるようなもの感じですね。まあ、今後ねどういう飼育設備が必要なのかとか餌ってどういうのあげてるのかとかね あとはあのーまあ、季節によってもね飼育環境変わってくるんでそういうのもあの随時紹介していきたいと思いますはいじゃあ今,日、まあ今回はねこれが第1弾ということで、まああのー、一番うちでちっちゃいペットの東ヘルマンリクガメをね紹介させていただきましたまた、えー、のの,あのアップをしていこうと思ってますので、えー、とご視聴のほどお願いします 今回ご視聴あのありがとうございました。それでは失礼します。